スポルディングロゴの上と下に2つ入れられるから、上がそのロゴで、下をどうしましょうか。で、一つちょっと俺考えたんですけど、一応案あって、あー真ん中に2020やっぱ入れてるのいいなと思ったんですよ。で、その2020の両サイドにEDO と反対に、うん、まあ、うちのあの店のバスケ、どこにあるんだっけ、これで、ここで作ったの？はい、あ、ここで、もうボールが購入してあるので、どこにある？あの、この上のなんかで、あ、いや、あの、ボール自体、あ、ボール自体は、どっかにあります。で、その、ああ、そういう感じか。そうです、はい、そうです、はい。こっちじゃないの？そっちじゃないです。こっちがいいんだ。やっぱ、スポルディングはアメリカでバスケットボールとして一番、あの、メジャーなブランドなんですよ。だからやっぱり、スポルディングいいと思います。日本だとモルテンが、ね、有名なんですけど。アメリカだとスポルディングがメジャーですね。これでもロゴがいっぱいあるからうるさいなと思うんだけど、個人的には。まあ、これでポンって飾った時にさ、以上で、まあ、こう、ブレスしちゃうと、ここだけにこう、まあ、ほんと数字だけ入ってるかっこいいのかなって思うんだけど、うんうんうん、ローマ数字とかいる。ローマ数字ってどんな、あれですか、想像できない。ああ、はい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 、そういうことね。わかった？はい、わかりました、わかりました。あれ、ゼロってどう書くんですか、あれ。確かに。文字はないんだ。へぇー。深い。そう。古代西洋でゼロの概念が利用されなかったのは、その宇宙観による、何なんて言うの？え？どれですか？概念。概念が、違う、こう概念読めたんや。需要。需要されなかったのは、その宇宙観によるところが大きかった。アリストテレスは自然は真空を嫌う。嫌う。めっちゃ有名だよ。ここまでだけ近所のおばちゃん話してた。近所のおばちゃんがアリストテレスを話す。うん、どんな町ですか。すげえ有名だよ。聞いたみたいな。古代ローマかなんかのおばちゃんですから。そう、古代ローマ。そう。おばちゃんもじゃあなんかあの本とか持ってそうですね。多分テルマロマエ見て覚えたんじゃない。もうこういうかっこいい系で行くんだったら、はいはい、やっぱちゃんとスタンシックな方がかっこいいと思うんだよな。あ、今のあこれ好きかも。どうすか、ダメか。2020だけでもかっこよくない？オリンピックのやつ。そうですね、そうですね、それいいですね。オリンピックの記念ボールとかあるのかな。え、これ、いや、左上のやつっぽい感じですね。あ、その左の、この、はい、これ、こんな感じ。このね、今思えばかっこいい星マークなんていっぱいあったのに、適当に決めたから。そういう時適当やな、お前は。じゃあこれからちょっと警察に被害届を出してきます。